なるほど。確かにあの時の匠兄の物言い、なんか引っかかってるような感じだった。心配があるのは分かったわ。でもなぜ今日なの？匠さんは自分自身を調べたりはしないにしろ、今すぐにこの三人がバレるとは限らないでしょ。僕は自分をあまり信用していません。匠さんが蛇で、しかも最初から僕に疑いを持っている場合、あの提案によって逆に疑いを強めたかもしれない。あなたの説で言えば、安永は匠さんが蛇だということを聞いたかもしれないのよね。可能性は、ええ、あるでしょうね。じゃあ、安永もやはり。そうですね。彼も早晩殺さねばならないでしょう。わかりました。明日、絶対に。安永を狙ってもらえるなら、今日殺す相手は、不採士さんに任せるわ。私は、どっちでもいいよ。ありがとうございます。橋本さんを殺します。わかったわ。だけど。ねえ、明日は安永君を殺しましょう。ただし、蛇の加護者が知れた場合は別です。それは困るわ。明日は必ず、安永を手にかけてもらわないと。あなたは読み意味の宴を軽視している。そんな簡単に勝ち進めるものじゃない。あなたは息子二人と心中できれば満足かもしれないが、僕と春ちゃんはそうはいかない。新内明神の命をクリアして、この事件を永遠に解決して、春ちゃんだけでもここから逃がす。僕にはその責任がある。安易な特攻作戦は立てられない。わかったわ。じゃあ、もし明日の夜も殺せなかった場合、私が日中に息子二人を殺します。香織さん、それはダメ。あなたたちに迷惑はかけないし、二人殺して、その日くくられれば、十分仕事を果たしたことにならないかしら。一切の約束はできません。しかしできる限り、明日、安永君を殺しましょう。現状の、僕の精一杯の誠意だと思っていただけないでしょうか。香織さんも、わがまま言ったらダメだよ。うまくいけば、結局みんな死ぬんだから。うまくいかせることを考えてくれないと。もう、辛いのよ。早くこんな人生終わりにしたいのよ。香織さん、ごめん、わがままとか言い過ぎた。春ちゃん、香織さん見てて。どうするの？僕一人でやってくる。
わかった。待って。今日、ごめん。全部任せちゃって。ん？僕の方こそ、香織さんを全部任せちゃってごめんよ。殺す方が大変でしょ？思ったより楽だったよ。明日からも、血祭りについては僕がやった方がいいかもね。香織さん、なんだかんだで、息子を自分の手で殺した場合、正気ではいられなさそうだ。言えてるけど、そうなったら、不採士さんが殺されそうじゃない？香織さんに。それも言えてる。あははは、困った人。いや、君もなかなか手強かったぜ。ごめんね。ああ、いやいや。それでも香織さんと対抗するにはめちゃくちゃ助かるから。うん。そのくらいはするよ。できれば、明日は私も血祭りに行く。だからそれは。なんとなくだけど、善人面したあなたには背中を任せたくないの。言うじゃないか。OK。明日は頼りにしてる。あ、昼は無茶するなよ。うん。臆病で反抗期で考えなしの牧島春でいる。え？普段のそれって演技？違うよ。どんなバカでもある程度の自己分析はできるってこと。おやすみ。おやすみ。こいつが狼だった。
ああ、やっちまったな大将。これまた人狼ゲームらしいやられ方だな。あんまりめげずにヒント見て元気だしな。今回のバッドエンド24、題して匠蛇の超説得力に手も足も出ず死刑についてだが、こりゃ原因は明白だ。室匠を生かしてたからこうなったんだ。橋本雄大の危険性もわかるが、優先度は守らなきゃな。別の道に分かれるポイントは6、暗黒の9、血祭り選択1。しっかり選び直してきてくれよな。つうわけで今回はここまで。次も元気に死んでこい。そういう夢だったってわ。
室拓海さんを殺します。わかったわ。ただし、はい、明日は安永君を。そのために春ちゃんにはお願いがある。何？おそらく明日安永君は再びショックを受けた状態になるはずだ。それを君が必死で慰める。できるだけ避けたいのは、彼に拓海さんは実は蛇で、彼から人の証明をもらっていたと発言させること。拓海さんは殺されているわけで、彼が本物だということは全員に強い信憑性を持って受け入れられるはずだ。それ以後、蛇を語るのは極めて難しくなる。これはわかる？わかるけど、でもどうするの？正直私、そういうのうまくやれる気がしないんだけど。それは私がやりましょう。要は安永を宴の外で喋らせず、宴でも喋らせなければいいのでしょ？それはそうなんですが、できますか？母ですから、親子の会話を持つことはあまり咎められないでしょう。それに拓海さんとは、その知らない中でもありませんから。それで拓海さんが蛇だということを聞き出したら、そうね、肝臓さんが怪しいと言いましょう。自分が調べられるのを恐れて蛇を殺したのだってね。拓海さんの正体に肝臓さんが気づく可能性もあるわよね。ええ、そうですね。みんながいるところで見せた奇妙さですから。よね。それで、あなたがそれを口にしたら狙われるから、黙っていてくれと頼みましょう。狼ゆえに知り得たことや、先回りして拓海さんが蛇じゃないかということは絶対に避けてくださいね。あなたが安永くんに疑われたら元も子もない。あら、疑われる程度ならいいでしょ。どうせ明日の夜、安永は死ぬんだから。じゃあ、私はいいのね？そうだね、ひとまずは。ちょっと他も確かめてきます。え、ちょっと。どうやら最初に手をかけた家のみが開くようです。軽い気持ちでノブに触れない方が良さそうだ。なるほど。じゃあもう拓海兄を殺すしかないんだ。そういうことだ。では開けます。
ねえ、どうやって殺すの？この場にあるものを使おう。念のため聞きますが、やりたい人は、いますか？いいでしょう。僕がやります。お見事でした。ご立派。から。ここまでしなくてもよかったんじゃないかしら。帰りましょう。急ぎをしないと。
おやおや。おやおやおや。町のお方は繊細でいらっしゃるな。黄泉の匂いに狼は来やる。みそぎ物意味夢見せよ不死よしの娘。驚くには値しませんぞ。こやつらは皆我と同類、分身のようなものゆえ。三つの神のうち、一つは、あなたなのか？おう、そうじゃ。そんなところで引っかかっておいでとは、失礼いたした。核のごとく、獣と触れ合う他によるべもない、力なき、寂しき神よ。上がってください。おやおや、おやおやおや、神を招くなど、不用意にも程があられはすまいか。神隠しに遭われても知りませぬぞ。すみませんが、僕はあなたらのルールはわからないんですよ。ふむ、それもまた道理。町のお方々は科学とか申す神を信じておられるのであったな。科学は神じゃないですよ。神でございますぞ。ご存知ないとは。ああ。でも、貴様は、何も信じておられるのじゃな。これはこれは、これはこれはこれは、失礼をいたした。こちらから、出ましょうか。それにも及びませぬぞ。その薄汚い装束で、この子供を脅かさねば、貴様は、こちらにおいでにはなれん。敷居は、結界じゃ。神語りは、結界越しになさるがよい。そういうものですか。では、いい。あなたは、何者なんですか？それはもう、答えた問いであろう。神。力なき神。それだけじゃ、わからないんですよ。伝承には、あなたのような存在は、待て、よ。無事な。不快な呼び名、なのでしょうか。別に、正しいことじゃ。
こうして信頼明神の印をつけて畜生どもの頭目として振る舞っておる我にこそふさわしい呼び名であろう。かつては別の神だったのですね。衝突を恐れずに言うと、伝説や神話はよそからの拝借だけじゃなく、政治的な要因も強く影響して変遷していくの。古代、神話と政治は強固に結びついていたからこそ、政治のあり方が変わるときは神話も形を変えなきゃならなかった。集落の合体によってそれぞれが奉じていた神様が結婚したり、戦争で併合された側の神様が子分や魔物に変えられたり、あるいはかつて別々だった神様を同じ存在だってことにしたりね。そうやって力関係の辻褄を合わせたわけ。強力な神や悪魔ほど異象や変化、化身がたくさんあるのはそのため。忘れられた信仰がいくつもそこに融合されているの。今日残っているのは、そういった事情でねじ曲がって伝えられてきた伝承や神話。だから多少の矛盾があるのは当然よ。まあそんなものじゃが、我は我の話などしとうて来たのではない。何を聞きたいと？何故あれほど難心なさったのじゃ？それはわからないのですか？貴様がこの娘と女に憤懣を持たれたことは分かったが、その色以外はどうにも読めなんだ。殺すのが嫌なら一撃でやめればよろしかろうし、怠慢を咎めるならば獲物を渡されればよろしかった。危機として大男を切り刻みましたでしょうに。二人にはね、まともでいてくれないと困るんですよ。ふむ。まともじゃない人間の中では、僕はまともになれない。人間としての芯がない人間なものでね。まともさの定義を入れ替えられると、立ち位置がわからなくなる。自分で立ち位置を変えるのは構わない。他人に強制されると腹が立つ。それだけです。ふむ。芯がない。おかしなことを申される。貴様の芯とは、その、他人に勝手にやられると腹が立つ、が、すべてではないのか？そうかも、しれません。ならばなぜ、我を恐れるのじゃ。怒りがすべてであるものは、恐れも、敬いもせぬものぞ。僕はわからないものが怖い。それはどうも正確ではないように思えてならぬ。ふむ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 。なるほど、貴様は恐怖と快楽の区別がついておらぬのじゃな。そして他人によりそれを御されるのが不快なのじゃ。どうじゃ、当たりか？これでお合い子じゃな。あなたは心を読むんですか？宴会芸じゃ。それで僕の記憶を読みましたね。だから死に戻りについて知っている。おうおう。おうおうおう。バレてしもうた。もう少し、煙に巻いて差し上げたかったものは。つまり、あなたやハルちゃんが死に戻っているわけではない。まあ、
そういうご理解でよろしかろう。悔しいことに、我もまた、かの神の手の内で踊る、か弱き者に過ぎぬゆえ。その、黒幕だという神について、教えてもらえませんか？それはできぬ。なぜ？それもこれも、我の弱きがゆえに。教えていただければ、すべてをひっくり返してみせますよ。あなたの意向を取り戻すことだって。出過ぎであられるぞ、町のお方。勘違いを正して差し上げよう。力なき神とは、人の役に立てぬということ。人知れず、災いを起こせぬということにあらず。そして、無力がゆえにこうして、可愛らしく振る舞っておる我という神は、かつて、誰よりも恐れられたものじゃ。我の意向を取り戻される。向こう十里の人里を焼き払い、人皆くくって、我に恵まれるか。こうして話すは、このつまらぬ夜の無量を慰むため。それ以上の何も、得られはしませぬぞ。少々、今日が冷めてしまう。